ジェンガウルティメイトジェンガを崩してしまう。ヨースジェンガは、動作一の脳型体のパーツを組んで作ったタワーから、崩さないように注意しながら、片手で一辺を抜き取り、最上段に積み上げる動作を交代で行う、テーブルゲーム。主に、パーティーゲームとして利用されている。百七十四年に、イギリス人の女性企業が、レスリー・スコットにより開発され、百八十三年に、 ロンドンで発売された。欧米では、ハズブロより発売されている。日本ではかつては、タカラトミーより発売されていたが、同社での販売は2018年3月31日をもって終了し、その後は、ハズブロの日本法人であるハズブロジャパンより発売されている。ジェンガという語は、スワヒリ語で、組み立てるという意味のクジェンガに由来する。その原型は、 レスリーの家族が遊んでいたゲームであり、当時住んでいたガーナのセコンディタコラディにちなみ、タコラディブリックと呼んでいた。基本型は54本の脳型体のパーツを縦横に3本ずつ、組み上げた18段のタワーとなっている。パーツは最上段を覗きどこから抜き取っても良いが、最上段に3本揃わないうちに、そのすぐ下の段から抜き取ってはならない。タワーを崩した人が負け、 パーツはそれぞれごくわずかに厚みが異なっており、ゲーム性を高めている。ジェンガには他にもパーツがひし形になった、ジェンガエクストリーム、ミニサイズ、大型サイズのジェンガジュニア、ジャンボジェンガなどがあり、パーツに指令が書かれたもの、付属のサイコロやカードなどと併用して遊ぶもの、他の商品や企業、キャラクターとコラボレーションしたものなど様々なバリエーションが販売されている。 また、ウノと組み合わせた、ウノスタッコなど、アリューゲームも多い。素材は、基本型は木製だが、バリエーションによって、プラスチック製や紙製などがある。その他、バラエティ番組などにおいて、ゲームやくじ引きなどに頻繁に使用されている。お客様へ、販売終了に関するご案内、タカラトミー2019年7月28日、閲覧。 ジェ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 ンガ東洋経済オンライン第1回、ジェンガ王決定戦オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。ジェンガでないと。ありがとうございます。